氏は、遠征外の皇帝即位運動に加担した人物である。旧名は、宋。字は、刑部郷は、火ン祖籍は、石膏省商工府。なお、同じく、中国同盟会に属し、後に、孫文の側近となった雲南省出身の軍人にも、同性同盟の別人である、小明という人物が存在する。16歳で、 調査常ねまさ学校を卒業すると、小明は、革命派の活動に参加する。1904年2月、小は、高校が組織した、花協会に最年少の初期構成員として、名を連ねた。同年3月には、部長に赴き、花協会湖北支部総理となっている。同年7月、小明は、調査で科学補修所の創設に参加したが、 革命放棄に失敗して同所は閉鎖された。同年冬から鉄量暗殺を企んだが失敗し、日本に亡命した。最初は陸軍士官学校で学んだが、後に早稲田大学政治経済学部に転じている。この年の8月に東京で中国同盟会が成立すると、子も加入して評議員に選出された。1906年12月、コは、 村文の指示により帰国し、湖北省で革命活動に再び従事した。しかし1907年1月に政朝により逮捕、収監されてしまう。1909年夏、終身刑の判決を受けた。しかし獄中にありながらも、密かに革命派との連絡は取り合っている。1911年10月、侵害革命が勃発すると、小明は、 革命派に救出され、古北軍政府外交部部長に任命された。さらに、古北省代表として、南京で開催された、省代表会議に参加し、中華民国臨時政府の組織に参与している。中華民国成立後の1912年、コは、初代三党都督に任命され、遠大で就任先生を行った。しかし、間もなく遠征外により、 心境をミトンコンしに移動させられてしまう。結局、子はこれに就任しなかった。その後、子明は、総教人が組織した国民党に加わる。さらに参議院議員に選出された。1913年、総が暗殺されると、子は二次革命に加わって、遠征外討伐を図る。しかし敗北して、高校と共に日本へ亡命した。 翌年8月、子は、キアリコンゲンと共に、王子研究会を組織している。同年冬に帰国した。1915年8月、子アキラは、陽宅、孫育、玄福、龍士、土川李昭和の5人と共に、遠征外の皇帝即位を支援するための、ヒカルヤス会を組織した。翌年、皇帝即位運動が失敗に終わり、6月には縁が、 死去する。子は、新外革命時の功績を評価され、光康海組織の罪を問われることはなかった。1917年7月、孫文が、誤法運動を開始すると、子明はその下に加わり、孫文人命への復帰を果たした。1917年冬、小聖小武士に任命される。翌年には、 安国軍第三軍軍長までも務めた。1924年、小明は、孫の命により、北方へ派遣され、兵玉省らとの連絡工作を担当する。これにより、兵による、北京政変にも参与した。国民政府が北伐を開始すると、三世の延縮散のために、小明は中南近代表となっている。その後、縁が、 反省解析戦争を起こすと、子は、第十素寺葬式に任命された。しかし反省軍は敗北し、子も指名手配されて、観光に逃げ込んでいる。満州事変勃発を機に、子は指名手配を取り消されて、国民政府に復帰した。しかし、すでに病を患っており、間もなく入院することになる。1933年11月、南京で病没。 去年50、ありがとうございます。